Welcome to Enigma Gaming Channel. Have fun until the end. はい、皆さんこんにちは、Enigma です。皆さんお元気ですか？急に聞くやつ。最近ね、身の回りの皆さんが体調崩してて、普段やらない仕事までして、だいぶ疲れてます。ねえ、疲れちゃうよね。寒いし、本当に。今週末もまた雨だか雪だかで大変ですよね。皆さんも体調崩さないように気をつけてください。はい、そして今日の動画はいつもの授業動画なんですけど、だいぶこんなに責められたら嫌だなっていう驚愕です。でもこれを見たらデメター使いたくなるかもしれないっていう、まあ、このねクラマスのこれほらあれおちょこちょありきの感じではありますけど結構いやらしいですよ。ほぼアシストなんじゃないかな。私もちょっと忘れましたけどこれいつやったんだっけなーってね、基本的に試合にあのクラマスあの緑の人ディオ組んでたり分隊組んでる人って緑になるじゃないですか。それが視野に入るようにはしてます。で、まあ、別にこうボイチャとか繋いでないんですけどクラマスがあれだ敵陣攻めたんだなーっていう感じだったのでついてきてます。まあ、支配なのでねここで殲滅させるというような作戦なんでしょうか。クラマスが狙ってるものを一緒に狙いつつクラマスを守るっていうサビ系だからね回復入らないんですけどまあギリ保てればあの回復できるようになる場合もありますよね。ほら私ね今のこの空欄が出た時ねそこまでの間を他の攻撃とか余計な、まあ、またサビ多めに食らわないようにって感じではやってますけど全然。今だってタイミングはよく分かってません。なんかね、あずサビだから回復入んないよとか言われてるけどさ、でも入らなくてもね、持てばギリ持てばいいんじゃないと思って、ゴリゴリ敵陣攻めてますけど、あれかね次のアプデでラバナがやばいのかな。ラバナファンの人たち多かったから。やったぜって感じなんですかね。ちょっとわかんないですけど。なんかデメターファンとしてはあとメンダーもサビも関係なく何でも回復っていう最強回復自体だから嬉しいですけどね。本当にゴリゴリやってんなって。ねこうやって攻めて敵陣を抑えとくと味方がちゃんと周り、まあ、自陣とかのビーコンも取ってくれてるのでビーコンも買ってなんと5分以内に終わりました。怖いね、まあ、デメターのねこの守りもバトルの楽しみの一つですからね。はい4アシスト14機ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。